は新末中華民国の政治家家家銀行家実業家ジャーナリスト北京政府時代は金融の専門家として銀行業界の有力者となり、また大広報の経営者、論説執筆者としてジャーナリズム界にも影響力を伸ばした。国民政府に転じてからも引き続きこれらの業界や政界で重要な地位を得ている。字は通る線、祖先は 石膏省古州府ガラスほど県。地方管理の家庭に生まれ、1896年、秀才となる。1903年4月、日本に留学し、成城学校普通科で学ぶ。1905年、中国同盟会に加入。翌年6月、東京高等商業学校に入学した。この時、小正幸、長期乱と面識を持つ。 1910年6月に帰国して、昇華進士となり、翌1911年に、北京法政学童教授に任せられた。その後、東三省に転勤し、東三省総督所託し、交渉漁師顧問、本慶古公務局総弁を歴任する。8月、大新銀行に移り、総務課長、厚生文庫監督を歴任した。侵害革命が勃発すると、 ご定章は、上海に移り、上海大新銀行機を知りどころで勤務している。1912年1月、ご定章は、大新銀行から中国銀行への改組事務に携わる。2月、中国銀行政監督に就任し、中国銀行条例を制定するなど、銀行改革計画を策定した。5月、共和党に加入し、 翌年5月には新歩党で政務部財政課主任となっている。1914年1月、中国銀行を離れ、造兵総省総,総裁に転じた。1916年6月の遠征外資後、後定省はダン、段イラの暗記派に接近して、中国銀行総裁に復帰し、翌月には国務院参議も兼ねた。翌年7月、遠行銀行総経理に転じ、 1918年3月には財政部次長を兼任している。1919年2月から5月にかけての公衆、五法軍政府との和平交渉で、五は北京政府代表を務めたが、これは成立に至らなかった。1920年の安直戦争で安期派が直霊派に敗北すると、呉は財政部次長を罷免されてしまう。しかしご提唱は、 銀行界では依然として、格好たる地位を保持していた。1922年7月、中南、遠行、近所、大陸の4銀行が合同して4行、連合営業事務所を創設すると、5がその主任となる。これによりクレは、北方において、金融体系を掌握し、北京政府を資金面で支援した。その一方で、1924年には、小正幸の、 国儀集法の創刊を支援し、翌年9月には、天津の大広報に5万元を出資し、後に社長に就任するなど、ジャーナリズム会にも進出している。1926年9月に、国儀集法が上海から天津に移ってくると、5が国儀集法と国儀通信社で社長を兼任した。なお、暮自身も、記事の執筆を行い、経済、金融、 政治など各分野に関する記事を発表している。1926年11月、ご提唱は、長機乱、長軍の紹介により、北伐により、南章に進軍していた章介石と対面した。これにより暮れ、クは国民政府に転じることになり、また、以後一貫して章を支持し、反響の各種記事を大広報や国劇集法で発表している。 満州事変後も、クレは、省の案内場外路線を支持し、上海の経済4団体に呼びかけて内戦廃止大同盟を発起した。1933年11月、国防設計委員会委員に就任する。1935年10月には、経済視察団を組織して、日本を訪問し、日中貿易協会の設立に携わった。同年12月、 ご提唱は実業部長に就任し、中国植物輸料講師、中国茶葉講師、中国造紙講師などの企業を創設した。実業部長以外にも、経済や金融の政策に関連する多くの地位を兼任している。1937年に日中戦争が勃発すると、クレは軍事委員会第四部部長に任ぜられ、隠し工場。 企業の内地繊維の任務を担当した。同年11月、奇襲省政府主席に就任し、戦争体制における後輩地としての建設に努めている。奇襲省政府主席には、1945年1月まで7年、あまり在任した。1945年1月、後提唱は国民政府文官庁に移動し、5月の国民党、 第6回全国代表大会で中央観察委員に選出された。日中戦争終結後、クレは小解析に国境和平交渉を進言し、毛沢東への交渉呼びかけの文面もクレが起草した。9月、国民党中央設計局秘書長を兼任している。1948年5月、文官庁から解訴され、総統府秘書長となった。 生が下野に追い込まれる直前の同年12月、クレは秘書長を退き、翌年初めには香港に歓挙した。1950年8月22日、香港にて病没。去年67、ありがとうございます。